るしかない。地上波でサッカー見れないんだね。まあ価格の高騰もあるからね。朝が来ました。ね、昨夜は誰も死にませんでした。あと言って絶対見るわけじゃないからあれだけどさ。6番のプレイヤーは発言してください。プレイヤーは発言してください。まあ、私ね、嫌いな言葉が2つありまして、1つは両面性という言葉ですね。まあ、これこそ汚い言葉だなと思って、これ逃げ道作れるよね。ね、こういう村目線の考え方、いや、これ人外の考え方もあるんで、まあ、両面性が取れると。はっきり言ってください、もうどっちかにしてくれ。じゃあ、犯罪材料がつきづらいから、その場合は。俺、そういう人よ、多分、釣るで。あと、それとももう一個、簡単に2周目ですっていう人ね。まだ、例えば、一角っていうか、一角じゃないけど、まあ、一人目出た、占いとか霊能出た時に、おかしい点があるにもかかわらず、まあ、それを言わずしてね。まあ、この人まだ一人目なんで対抗出てから育ちます。はい、2周目ですね、とか。簡単に6番は何言っても2周目なんで、とか言う人ね。まあ、そのもちろん結構聞いて何も感じないわけないから、そもそも。はい、以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい、7番プリティことヒッキーです。よろしくお願いいたします。6番さんの発言聞いて、あ、私それよく言っちゃうんだよなって自分で思って笑ってしまいました。そっか、6番さんの嫌いなそのね両面性を言う人ね、あと簡単に2周目っていうところね。でもそれを聞いといてよかったかなと思ってる。うん、やっぱり言いづらくなっちゃうし、6番さんは何だろう、発言からは人外要素触れてなくって、なんか素でちゃんとそういう風に嫌いな言葉っていうかね、そういうふうな発言をする人は嫌だっていうことを言ってたなって思ってるんでね。はい、私占い師さん1周目出てきてほしいかな。ほぼね西洋の場面が多いんだけど、占い心理って大事だと思うので、はい、出てきてください。以上。8番のプレイヤーは発言してください。まあ別に怪しい点とかは特になかったです。67番さん、はい、なんか2周目っていうの嫌いと言われたけど2周目としか言いようねえだろと思ってましたねまあ6番は、まあ、強いて言うなら、まあ、なんかしっかり精査したい人なのかなって印象を受けましたね、なんか精査しづらいからこういうことやめてって言うってことはちゃんと精査したい人なのかなって印象を受けました。あんま伸びてなかったら釣り位置なのかなって思いました。はい、7番は、本当に印象ない。以上かな。回します。9番どうぞ。9番のプレイヤーは発言してください。はい、私占い師です。7番に白出てます。7番です。まあ、霊能に関しては6番の位置で出るのが僕は強いと思ってます。ぐらいですかね。まあ、騎士に関しては盤面次第なんで、また2周目言います。で、まあ、6、8と聞いてて思ったこと、まあ、思ったことっていうか、まあ、6番は、なんだろう、これといった要素ではなく、こう、自己紹介でしかないと思ってるんで、何にもないです。8番に関しては、なんか伸びなかった釣り位置っていうのは、多分あんまり人外を探す気がない発言かなって思ってます。やって、結局なんかこの後怪しいとこがあったら、なんかそこってなるけど、なんか、とりあえずなかったら、まあ、伸びんかったら釣るかっていう考えでしょ。おかしくないですかって思うんですけど、って思ってます。はい、割と8番怪しいかなと思ってるぐらい。以上です。7番後ろ。1番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。まあ、6番さんから触れていくと、なんか僕は意見は合わないなって思いました。なんか両面性をが取れることを、僕はなんか人外って片面性しか取らずに振りをしてるイメージがあるんで、なんかあんま6番さんの気持ちわからないなって思いました。で、6、7、8と聞いた中では7番さんが一番怪しいかなって思いました。まあ、6番さんが素でその言葉を言っているってどこから取ったんかなって思いましたんで、そうしてね、6番さんの白知ってそうだなって僕は思います。7番さん白っていうことで、まあなんか白先は偽っぽいなって感じですね。
まあ、9番が7番に白持ってたら、まあ、8番怪しむ視点は分からなくはないとは思いましたけど。2番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師でランダムで7番さん白です。占い師ランダム7番さん白です。対抗の9番さんがロー協定の精査はついてないんですけど、まあ、仮に9番さんがローだった場合に、7番白、まあ7番さん、白先の7番さんが6番の評価っていうところで、まあ6級ローローの HP を回復してるっていう可能性は、秋にしもあらずかなっていうふうに思ったぐらいですかね。8番、9番とのやりとりで、ライン切りかどうか、そこまでの判断はつかなかった。ますね。まあ、1番さんの7番指摘は、まあ、7番さんの発言聞けば僕は理解できる。うん、だから、まあ、7番さん師匠なんですけど、別にそこは共有できるかなと思ってて、まあ、単体で別に現状怪しいところは拾えてないです。ただ仮に9番ローだった場合に6級ローローで HP 回復なの7白構図のあるかなと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。特に仕様はありません。そうですね、今のところ9番さんの2番さんがどちらも7番さんしろってことなんですけど、どうだろうな、6番さんのその両面性って言葉が嫌いっていうのは、なんかまあ逃げ道みたいな感じだったんですけど、それも別になんか6番さんの考えだからいいかなと思ってて、まあ、C っていうのであれば、自分はなんかどっちかにしてほしいっていうよりかは、なんか黒いって思う予想言ってほしいかなって思った。今気になってるのは8番さんと1番さんで、まあ、理由なんだけども、8番さんに関しては、なんか、なんだろうね、その、6番さん、7番で比較した場合に、6番さんの方が、なんか、色が落ち、伸びなかったら、釣り1っていうのがよく分かんなかったし、まあ、1番さん視点、8番、7番さんを怪しんでるのであれば、7番さんを怪しんでない8番さんっていうのも気になるんじゃないかなって思いました。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、このままだと7確証。伸びなかったら8番について。まあ、伸びなかったら村もいますけど、発言伸びない村もいますけど、発言伸びてる陣内もいるけど、陣内つったらいいと思います。発言伸びてる人をつればいいと思います。陣内だったら、伸びてなくても村だったらつらなきゃいいだけ。データで、陣内をつればいいだけだと思います。まあ、わかんないです。これは。なんか結構叩かれてるみたいですけど。6が2周。具体的に、取られてるんですね。があまり気に残ってないっていう。9と3が8取られてて、2番は気がしなさそうだなって感じでの精査ですもんね。はい。まあ、はい。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、村に1人は4みたいなやつおるよな。7番いいな。7の立場欲しいわ、俺。なんか、釣られたくないもん。なんか下手な。どうせ、俺釣る理由はどうせもう雑やもん。イラッチがせんから、7のポジションいいなと思ってる。はい。で、3の言ってる、そのなんか、7悪かった、8も悪いだろうっていう精査って、なんか精査しないやん、そうやって。なんか6の、あれ感じで嫌いなやつな、俺も。3みたいな精査するやつって精査しとんかなと思う。なんか適当に言った村なのか、精査してん人外か、両面性があるんじゃない、6番、これ。俺はどっちかってこれは人外で取るけどね。はい。まあまあ、両面っていう人もおるでしょう。はい。考え印象悪いっす。で、1の精査外れてるんで、もう、ほぼほぼね、まだわからんけど、現状、7黒なくなったんで、まあ、1も釣ってもいいんじゃない。精査できんし、この人、現に外れてほしい。はい。6番のプレイヤーは発言してください。出てきてもらっていいですか、レノ出てきてもいいですか。まあ、釣り位置は4か8かと思いましたね。これはもう私、一発目から言ってた通り、簡単に2周目ね、いう人間に関してはダメです。だって、俺のこの発言聞いて何も感じんわけないでしょう。少なからず3番とか感じ取ったじゃん。だったら、まあ、あえて言うんだったら黒位置を言ってほしいなとかって。それは感じるはずだから、まあ、7番に関しても、俺に対して、ああ、よかった、聞いといてよかったみたいなことはまあ言ってたから、で何かしら絶対感じるわけよ。それ何も感じないわけないから、8番に関してもそう、伸びなかったら、てかそもそも8番って、じゃあ6番って考察意欲があるんだなぐらいで、印象いいぐらいは、よしあし言えたと思うけど、あんまりこう、村を作りたくないというか、あんまり落としたくない人なのかなと思ってるんで、まあ、それじゃ4、8ね。あと4番ももう、それじゃ全く情報がないから。ソネちゃんないから、はい。だから釣りちゃんはまあ4か8、現状か。
占い師に関しては9番の方が視点がいいかなと思ってるけど、ね、だって仮に2番が言ってたら9、8のライン切りがあるんじゃないかって言うけど、9番がそこを8番にしてきちゃうと絶対9番がそこおかしいからね、少なくともそこで言わないと絶対取れないからっていう話やから、はい、俺現状か、まあ2周目これ聞きますけど、多分4か8ですね今のところは。まあそれ以上おかしいとこあればまあ言いますけど、はい、まあ入れようかなと思うけど、現状下だったら4、8かなと思ったら、多分4番に関しては多分2周目もきついんじゃないかな。1周目でその予想だったら多分2周目も多分落とされると思ってるんで、はい、僕はしっかり言いましたんで、簡単に2周目とかやると釣るよって警告はした。はい、以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いいたします。ということでね、グレーが8、1、3、4、5は広いわね。そうね、9と2に白もらってるんだけど、2番さんがもしね、人狼の時って私を白を先に選んだ時ってグレーを広くするよね。で、発言6番さんは発言自体9の方が真っぽいっていうね。で、9番さんの方が真っぽいって、8番さんはでも6に対してその精査が伸びなかったらって言ってたのかな、精査したい人だって言ってるから、84より私は1かなと思うんだよね。その1がその9が占い出てきた時に七白を打って私を叩いてるから9が偽になるのか、私を狂人として言ったのか、その辺が1番さんは引っかかるところなの。私だって6番さんに対してさね、2点嫌なところを言ってくれてるわけじゃん、嫌いなところをね。だからそれってさ、自分やっぱりアピールしてるわけだから、6番さんってやっぱ場所1考慮っていうのは大事じゃないかなって私は思うの。だから6番さん除いた8、1、3、4、5、霊能さんはどこ？霊能さん釣り位置に上がったら絶対出てきてほしいな。ここで潜伏する理由ないと思ってるから出ない。難しいやね。8番のプレイヤーは発言してください。まあ釣り位置に上がったとかいうか今すぐ出ろって感じですけど、まあ意味わからんな、マジで。まあ3番が現状一番おかしいかなと思っていて、1番への不平等政策すぎるなって思ってました。1番して7番が怪しいから、7番怪しいんだね、8番おかしくないですかっていうんだったら、3番して8番怪しむんだったら、8番怪しんでる9番の方が信用ない、2番は偽用ないっていう精査を落とすべきだし、なんかそこ怪しんでないから、そこ怪しむべきっていう精査は、なんか普通におかしいなと思ったんで、5番とは視点が合うなって思ってます。はい。占い師に関しては、まあ、2番の方が、まあ、盤面的に死んじゃねえかなと思ってますけど、まあ、正直かぶせる理由も特にねえんじゃねえかなと思って、まあ、ただ発言また聞いていきます。まあ、2番って老軸だと、新老軸だと思うんですけど、仮に老だった場合、1番白かなと思っていて、1番が7番叩いた段階で、2番が7番を隠し色にするっていうのは、あんま1、2のライン、その連携取れないなと思うんで、2番をこれだったら。まあ、そんな感じかな、今思ってるのは。まあ、6番がなんか、その2周目っていうのは、吊るすって言って、まあ、4入ってるすっていうのは、まあ、進行通りなんじゃないですかって思ったけど、まあ、9番がどういうのかなと思って、人狼吊るしに行ってないですよねって、9番、6番に言うのかな。そう聞きたいですね。以上。9番のプレイヤーは、発言してください。はい。まあ、8番は結局占い神経はついてないと思ってるんですけど、じゃなかったら21がっていう発言にならんと思ってるから、やっぱ結局なんかチラシにいってるなってイメージしかないですね。はい。2の相方どこで見てんのじゃあ。21がないって。5白いんやろあなたして。って思ってますけど。はい。8番やっぱ変やなと思ってることを、1番が言ってたの、まあ、7番も言ってましたけど、そう、白酒は偽臭いって発言がありました。白酒は偽臭い。その状態、
って、僕が新占いで7番狂人世界って全然あると思ってるから、そう殴り方って変だと思ってるんですよ。どういった発言をされるのか、ちょっと聞きたいかなと思ってる、そこに関して。で、進行に関しては出てほしいけども、出ないっていうのであれば、もうその進行でもええわと思ってる。ただ占っても文句言うなよって感じですかね。ぐらいかな。なんか8番と1番が気になっている4番に関しては、なんか全然何も落ちてないと思ってるから、一番わからんなと思ってる感じが。占いたくはないです。ぐらいですかね。6番良かったと思ってる。現状8が一番変に見えてることを。ぐらいかな。まあ、3号は別にそれぞれの精査がおかしいとは思ってないです。一応返答次第。ぐらい。はい。以上です。あ、太鼓はローで見てます。でも太鼓はローで見た場合って、1、2は確かに繋がらんなとは思うから、まあ、その場合でも2、8は全然あるかなと思ってます。はい。以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ、9番さんの偽っぽい要素って、まあ僕は7番さんの狼を拾ってるから7番の狂人があり得るっていうのは違うんじゃないって思いました。6番が素手ってるっていう発言が、まあ白付けしてる可能性があるよねって落としてるんで、7番の狂人は1周目を追ってない段階ですね。素で言ってるかどうかって分かんないことだから、7番が6番白結果を見えてるんだったら、そういう発言になる可能性あるよねっていう話だから。まあ一番、まあ振りたいなって思ったのは5番さんかな。まあ7番さんが、まあ隠しろ、現状隠しろになったわけなんだけど、まあ一番の精査は間違ってる。間違ってるとしてよ。まあ、なんだろう、じゃあどういう、じゃあ一番を陣外で置いてどういうなんか組み合わせというか2番9番が出てる中で相方がどこなんかとかいう発言もなかったんで、まあ8番のじゃあ1番2番が見えないねとかそういう意見があるわけだから、まあ8番もちょっと5番はなんか変に見えなくちゃおかしいかなって思った部分はあるけど、まあ5番さんが一番変かなって僕は思いましたね。で、今の返答の9番さんはちょっとブレてるなって思ってるんで、現状は2番さんが真で見えてるかなっていう感じです。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。なんでこの盤面でさ、まず霊能と狩人両方出ないのかわかんないですけど、さっさ出ろ。7隠しろの状況、この盤面で、よっぽどこのゲームしてない。それがもう、あれやね、潜伏がめっちゃ好きな人やろ。じゃ、スムラの人すって言ってください、スムラの人すって。みんな精査したくないですか、ちゃんと。どこが役かの精査なんてもったいないんで、占い師とかもそうやし。スムラはスムラで協力してください。で、このまま潜伏で進めてもいいと思う変態がいるんだったらもう何も言わなくてもいいです。とりあえず釣ってみたいのが6番と8番なんですよね。感情的には6番。6番に関しては、まあ一周目から思ったんですけど、両面取れんやつって、正解に導けないやつとかだと思うんですよね。現に2番が偽ってるのも外れてるし、しかもその理由っていうのが2番の発言をちゃんと聞けておらず、俺の発言っていうのは8番、9番のライン切りかどうかまでの判断できてないっていうわけだから、そこの視点がおかしいっていうのは、そもそも話聞いてない6番が悪いんで、8番に関しては2周目の2番が7に白をかぶせてるから芯っていう理由がちょっと弱いから、その芯上げがなんか気持ち悪いし、9番ローで見たときに2周目8番に対してのヘイトが弱かった感じがする。1番さんとかにもヘイト散らしてるから、なんとなく8番釣りたくない感覚も受けたんで、そういった点で6番か8番を釣りたい。はい、まあ、基本的に8番の3番指摘は求めすぎだと思ってて、だけど3番の1番指摘も求めすぎだと思ってるから、もうここに関してはもうどうでもいいっす。はい。とりあえず4番がわからないのと5番も2周目だけど、釣ってみたいのは6番か8番。もう、スムラ協力しないならこのまま行こうかじゃん。はい、3番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、じゃあまあ協力しますけど、スムラですよ、スムラ。まあ、
6番さんは、そうだよね。まあ、2番さんが死んだったら別に占えばいいんじゃないかなって思う。私は6番さんよりも8番さんは気になったけどね。まあ、2番さんが言ったように、まあ、ちょっとまとめすぎな部分は感じたかな。そうね。あの時点で9人の精査って、その60秒の中でちょっとまあ難しかった。それは申し訳ないと思ってます。で、まあ1番さんに関して、確かに7番さんって白くなかったんよ。どちらかというとちょっと黒いかなって思って、なんかそれを、なんか7を黒だと思ったって、その感覚は1番さんとちょっと似ていた部分があって、だからこそ6番、7番別におかしくないって言った8番さんがおかしいと私は思ったから、それについて1番さんに対して、7が黒になったら8おかしいんじゃないのっていうのを言いました。ただ1番さんも2周目で気になった点としては、3番5番って、まあ、対立、まあ、対立ってわけじゃないけど、5番って3番が怪しいって言ってるから、なんか両方怪しいって何なのかなっていうふうには思ったかな。ただなんか、依然として8番気になってるのと、4番さんに関しては、まあ、なんか人外を釣ればいいって言ってるけど、人外が分かんないから話を聞いてみんな精査してるわけで、なんかそれができないんだったら4番さんも全然ツリーチかなと思います。なんか役職持ってるのかもしれないけど、匂わすぐらいだったら出てきた方がいいと思ってるし、役ないんだったら4番もう全然ツリーチに入ると思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。役の匂わせを4番はしてないですね。はい。じゃあ今日は6でいいでしょう。はい、それでいいと思います。はい。まあ、役職権限ってことで6番すりましょう。あ、5、6の欄です。発言精査してないからね。まあ、8、1、3は発言してましたね。まあ、5番もしてましたけど、2周目と言ったから、それが人外とは限らないんで、6番の色見ましょう。2番が6番言ってんだったら6番の色見てみましょうよ。はい。6番の色見ましょう。役職権限と。あ、5、6の欄でいいですけど、6でいいですよ、まず。しょうがないんで。言ったんで。発言精査しろって。2周目って言ったから釣ります。ロボットなんで、それじゃ。6釣り。5番のプレイヤーは発言してください。なんか4の霊能に、なんかついで感で言えられたけど。はあ。いや、6はあると思うで。てか9のな、6の印象入りで言っとこう。6ってなんか進行論通りにやっただけじゃない、釣り一応。6の何が良かったん ?9 の6の触れ方かな、どっちか分からんけど、6の色シンプルに見たいなっていうのがある。9、6とかあるんかな、あと9、8に固執しすぎ。だからなおさらにせやと思った。9の別に6強知らんで。9ローやったら6とかあんのかなって、まあ評価してるかもしれんけど、そんな判断できんから今は。だから6つんのはいいと思った。はい。まああとはまあ、どうやろうな。あと気になる点、あれ1番についてな言われたけどさ、な、そんな気になる点のことって。村人への役ですよ。なんだ俺に言うなら8も言うよ。だから村人やねんやつです、絶対に。そんなんじゃ殴らんかった。殴ってこんといて。霊能が悪いと思ってます、はい。まあはい。でも6でいいと思う。はい。はい、6、黒やったら5、6でいいんじゃないと思って。はい、じゃあ8、1、3はまあ発言してんじゃない。投票を始めてください。5番釣りだけど釣れば。私じゃありません。6番はそうかもしれないよ。2番が、みんな2番の方が死んだと思ってて、6釣りたいんでしょ？釣ったらいいじゃん。あ、でも白かもよ。6番が多分、激切れするかもしんないけど、霊能が悪いからさ、しょうがないじゃん。6番のプレイヤーが選ばれました。見ればいいじゃん、投票。これによっていろいろわかるじゃん。激切れするかもしんないけど、6番は、しょうがない。のプレイヤーは発言してください。8回一緒にいるってことでしょ、これで。7。思うけどね。だって1番もそうじゃない。2番って8番に対して理由が薄いって言うけど、1番もだったと思うよ。あと、じゃあ、俺ね、でもどっちかっていうと2番の方に似せて見てるんよ。理由としては、だって1周目の4番のあの発言を聞いて、あなた村かなんか取れました。俺全く取れんかったけど、なんなんこの人って俺言ってんじゃん。いや、別に6番は悪いけどね。じゃあ、俺が2周目になって4番が、ね、2周目でそうやって発言したのに俺が4番する人はどうなったらおかしいやろ。一般的には7、8、1、4って言ってんだから。7も言ってたけど、多分だから狼1は5番、1番とかじゃない。3番はね、絶対ないと思う。3番はちょっと1周目にやって、3の狼はもう半分ないかなと思って、逃げ道なくしてるから。
私、ふむらですって言ってやってるから。あと、狩人の人にさ、頼みがあるんだけど、もし俺が狼で落ちてると思うんだったら別に4、5でもええと思うけど、俺がもし白で落ちてると思うんだったら、もう9番超えして。2番のシーンはないと思うよ。だって、役が2枚いたら、俺噛まれて、別の人の色出したら俺落ちるんでしょ。落ちなかったら3番シーンでも4番落としますって。もう2人出た場合、めんどくさいけど、どうすんの？あの、1番発言すると多分したかったって、ある意味5番やったと思うけどね。でしょ？俺は霊能とは限んないよ。1番1番に視点がいかん。霊能とは限んないよ。俺のこともう除外してんだよ。言っとくけど。3番も俺のこと除外してんだよ。はい、あ。多分2番のシーンはないっすね。と思ってるんで。まあ俺が黒で落ちてると思うんだったら、まあ別に4、5でもええです。はい。ただ俺の本心としては多分9の方がシーンかなと思ってますね。はい、あ。まあぐらいかなと思ってますね。9が別に7番の白を出す必要性もないかなと思ってる。2番が1番なのはね、霊能騎士も出ろってわけがわかんねえんだよ。なんで霊能も騎士もなの？霊能はわかるよ、6に関しては。まあ、5番かもしれないけど、霊能はいいんだよ、これ。押し切ってくれよ。ぶっちゃけ言えば。だから見るんだったら1、5かなと思いますよ。8、1、3の話はあんまり聞いてない。まあ、俺髪が入ると思うんで。俺が噛まれて色出す人がいたら俺騎士です。はい。ね。色出す人がいなかったら、僕は霊能とかになるんでしょうかね。一つ2番は気になるんですよね。霊能も騎士も出ろ。そこは気になるんですよ。6番に関しては分からなかったから適当に。八一さんは一応話してるからっていう。だから、霊能が出て仕切ってほしいんですよ。こんな無駄なことをして、結局、役職の、もう一人の役職の私が、というこの発言でわかると思いますけど、私は騎士なんですよ。騎士です。騎士ですよ。あ、狂人とかじゃないですよ。とりあえず、2番が6って言ってるから、まあ6でいいんじゃないっていう。しょうがないけど。あと、5もセットでつけたらっていうだけの話。霊能だったら出てほしかったから、っていう意味。昨夜死んだのは5番。5番は釣り地であげたけどね。霊能で出ないっていう傾向があるんでしょ。7番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いいたします。5番さん、白、霊能さん、4番さんが霊能。いや、俺は役です。4番さん、6番さんの色は？いや、俺は騎士です。カリコの。俺は騎士。あ、カリウドさんね。うん、俺は騎士。で、霊能は？出ないから、5番が嵐だからもうしょうがないんじゃない？ 5 番さんなのかな？噛まれてんだよ、5番。いや、だからランテージしたよ。それでも出ないんだろ？もう、ほんと、俺は守んないからね、基本的に。え？ 66 番。もう驚くよ、もう。5さん。8番さんがスムラナの。なんで5番占ってんのってレベルなんだけど。じゃあ私ちょっと一番さん、俺はだからランテージしたんだよ。5番が例の可能性があったから。やっぱさ、1日目で出てきてほしいよね、例のさん、ね、もうほんとあきれ返るよ。だからランテージしただろ。それでも出ねえんだよ、こいつのプレイヤーは発言してください。昨日は騎士もいたからスムラッシュをしなかったけど、もう騎士出たんだったらスムラッシュをします。例の1番じゃなかったら5番で確定です。意味ない潜伏そうですね。まあ2級で言うと、なんか9番がなんかすげえ俺に言ってくるなと思ったけど、結局2番多くなったらどこ相方で見てんのとかだけど、いやだから2番が多くなった場合1番は白じゃないですかって言っただけで、別に俺2番狼軸で動いてないし、9番自身もいたと思うけど、俺別に2番を死んで決めたわけでもないから、フラットね。まあ場面的に死んかもしれないなとはちょっと思ったけど、まだ分かんない状況。で、それって言ってのに、2番狼だったらどこだったですかとか、急に何言ってんだ、こいつって思ったんで、9番釣ろうかなと思いました。はい。グレーに関して、これ一番、霊能じゃない？いいよね。もう、ここまで潜伏してるってことは。はい、まあ、1番、3番。まあ、昨日に引き続き、俺は3番さんが怪しいと思ってますけど、いや、3番さん、いや、
あなたが言うの俺に求めすぎって思って。いや、俺が言いたかったのは、3番が1番にそういうこと言うんだったら、9番と2番にも触れておかしいよねって言ってて、それができないから3番おかしいよねって言ってんだよ。それをなんか意見者だと、8番私に求めすぎですよねとか、意味わかんねえよって思いました、3番。俺、うん。だから3番さんはなんかブーメランだなって思ってます。はい。うん。なんでまあ、9番の3番がジンガじゃないかなって思ってます。以上。9番のプレイヤーは発言してください。多分8番がラスールじゃないかなって思ってますけど。はい。8番視点で、じゃあ昨日6番何として釣ったのかって話になってくると思う。9、3、じゃあどっちか強靭やと思ってんの。なんで6番釣ったんじゃって思ってますけど。で、2番、9番で精査したときに、9番って昨日5番に投票してて、で5番が噛まれてるわけでしょ？でその上で、2番っていう人物が5番占いに行ってるわけでしょ？おかしくないっていう視点になると思うけど、村やったらって思いますけど、8番さん。8番絶対確人外と思ってます。はい。28、まあ、5、霊能やったんかなって思ってる今となっては。はい。って感じっすかね。もし、8が人狼であって、28やったらええですけど、8強人やった場合、8強人やった場合は、2、3になるんかなって思ってますけど、別に僕、3のおかしい要素は拾ってないです。1になった場合、1になった場合って多分2番が7番に白打つことってないと思ってるわ。1番が9番に対して7番のことでこう殴り続けてる上で、2番が7番に対して白を打たないと思ってるから。って感じです。二強の世界線はあんまり考えてないです。ワンチャンあったとしてわからないです。って思ってます。6番はローじゃないと思ってる。遺言を聞く限り。って感じですかね。多分6ローやった場合って俺に絶対金入ると思ってるから。はい。入らんか。6ローやった場合。入らんか。入らんわ。すみません。その辺考えとらんわ。以上。1番のプレイヤーは発言してください。ください。まあ、感覚的になんか3級か2、8かなって思ってます。まあなんか9番がまあ8番をプレイしてるけど、9番って8番のでも思考は分かってるわけや。じゃあ1番、2番見えないよね。2番が7番に隠しを作りに行くっていう行動って。8番の思考から取ってるもんだと思うから、9番してそんなになんか8番がスリーチになるんかなっていう違和感は今の発言聞いてありました。まあ3番さんの言うこと、まあ2周目ちょっと僕は5番さんが怪しいと思ったからほっといたんだけど、まあなんだろう、別になんか6番7番で、まあ僕は7番が変だ。まあもしかしたら狼で白が見えてるかもしれないねっていうのを意見を落としたけど、8番がそれを拾わなかったからって8番もおかしいでしょとはならないんですよ。ただまあ推理なんで。なんかそんななんかなるかな。だってよくあることね。誰も取らないけど、まあその人がおかしいってなった時、取れなかった人を睨むっていう3番の思考もよく分かんなかったなって思いました。結構本性は3級かなぁとは思ってますけど、まあ基本はなんだろう、1日目は結構一番怪しんでた気がしたんで、今日になってなんでなんだろうと思いましたね。まあ7番のなんか教場はないのかみたいな発言ねって思いました。まあ考えます。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、とりあえず言えるのが、6番さんの遺言を聞いて5番さんが信用しなかったのが残念でしかないです。もうそれしかないです。別に9番が5番に投票したとて、別に6番の、じゃあ6番があんだけ言うんだったら、仮に6番が村だった世界線で5番か1番って言ってるわけだから5番占いしちゃったわけですね。でかつ5番からの信用がないから、1番、8番とか役の可能性があったんで、占い師5番しかできなかったですね。
ぶっちゃけ813分かんなくて、本当に分かんなくて、まあ、仮に8番1番に、まあ、仮に9番ローだった時の相方がいる場合においては、まあ、うまいこと、まあ、ラインは切れてるんじゃないかなと思います。はい。ただ、それは別にうまい狼の可能性があるんで、別に死の強化はしてなくて、まあ、1番手で3球っては言ってますけど、僕3番単体から正直あんまり要素取れてなくて、3番からの8番が僕は不当だと思うんですよ。求めすぎ。あ、3番からの1番ね。ただ、8番の2周目を聞いた上で、3番が、まあ、6番指定してる中で、8番投票っていうのが、なんか割と3番村の世界で、まあ、感情になってるところと8番からの指摘で投票した一時表示みたいなところは、までは組み取れるかなと思ってて、その情報ぐらいしかなくて、まあ、9つって、1、3、8、どっか占うんですけど、4番さんには2番超えしてもらって、むずい。正直思考を借りたい。ちょっと8、1、3の中で、どこが一番怪しいか。6番で落ちてる可能性はそれあると思ってるんで、はい。3番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、6番さんで落ちてる可能性すらあるって、2番さんって6番さんのことを圧倒的に疑ってて、6番さん釣りたいって言ってたのに、今になってその発言するのはおかしいと思うし、まあ、1番さんって、28か39ってめっちゃ濁してるじゃないですか。結局どこを怪しんでるのか、誰を偽と思ってるのかも全然わからないし、ただ昨日のあの状況で4番さんが役ですって言って、それを皆さん信じたんですか？何の役かもわからないのに、4番さんが役です、5、6の乱でって言って、5、6の乱になるのがおかしいと思ってる。私は別に、まあ、5番さんからは3番怪しまれたけど、なんか どっちかというと8番さんが気になったし、なんか8番さん投票したんだけど、ただまあ5番さんって4番さんに対して4番さん霊能からみたいなこと言ってたから、あの時点で4番さんって役としか言ってないから、霊能って分かるのはおかしいなと思ったんだよね。アスムラなんで普通に5番さん霊能、まあ、4番さんがね、まあ、騎士って言ってるんで、どちらをな、なんか結局2番さんって思考を借りたいって言ってるだけで、どこが怪しいとも言ってないし、結局何、6番さんを怪しいと思ってつって96で見てるんじゃないので、9番つって終わるとかさ、そういうことも言えない。まだなんかどこかに黒を塗らなきゃいけない人なのかなって思ったら2番の方が偽かなと思うかな。4番さんの話も聞きますけど、はい。4番のプレイヤーは発言してください。これはまあ自由投票ってことで、責任は5番にあるんで、はい。6はまあ相対的に1周目、そこの字なんで発言伸びないのはしょうがないんでね。これは8、3のが伸びてるように聞こえるから、6番っていうことを言っただけで。あと5番、例の可能性もあったんで一応指定出したんですけども。出ないっていう。うん。まあ、5番が悪いんで気楽にやりましょう。負けたら5番の責任なんで。はい。まあ、とりあえず、余った占い師守りますが、まあ、基本噛まれると思いますけど、自分噛まれると思いますけども、はい。普通に考えて、はい。負けたら負けたら5番が悪いってことで、まあ気楽にやってください。うん。もうしょうがないと思います。霊能が出て、ちゃんと仕切ってやるべきなのに。こういう人がいるから、初日に霊能が出ろっていう恥ずかしいルールが出来上がるんですよね。5番の責任です。はい。投票を始めてください。なんか急な、変な気がするけど。それでも9番行こう。知らない。もう知らない。負けたら5番が悪いから、知らない。もうめんどくさいから番面、発言は変だけど2番で。9番のプレイヤーが選ばれました。変だよな。でも面白いから、釣り。9番のプレイヤーは発言してください。はい。
まあ、PP かなって思いますけど、多分6が村やと思ってるんで、で3も村やと思ってて。もう5占い飛ばしてる時点で何考えてなろうと思うけど、まあ、8、1、3。自分の中の精査しておかないかな。じゃあ8、1、2か。8、1、2。じゃないかなと思ってますけどね。はい、いいんじゃない3またに黒打たれて終わるんちゃうかなと思ってます。ぐらいですかね、ね、なんか。発言の2番は変なんだな。5番の責任だよ。全部5番の責任だよ。占いも使わせて。役なんだって。占いも使わせて。それに従うって話だったか、この人役がない。5番が出て普通に仕切ってやればいいだけのゲームで。何、守ってもらえると思ってんの、この人。5番投票ですね。一応2守り入れてるから7守り入れます、僕は。2番は守れないです。守る、どっちかを守るみたいな話してるけど、守れないです。お手のひら返したように、この疑念っていうのを抱かずに。7守りしかしないですけど。ができてること自体がおかしいと思ってるから。はい。ぐらいですかね。11は手のひら返してないような気がするけど、ずっと。5番のせいなんで。いや、これ言われて、なんか、俺釣られてしまうって、もうちょっと思う。いや、5の責任ですよ。5番の責任ですよ。俺のせいならんし。うん、9の責任じゃないですよ。2番はね、変な発言はところどころあるんだよね。入れとけよ、そもそも。そうだよ。5番が出れば占い使わなくてよかったんだよ。出とけよ。一般の霊能が出るんだよ。なんで騎手が出て霊能が出ねえんだよ、まず。はい、まあ。で、占いに使う、占い、知らないふりをするっていうんで、占いを占われるっていう、もう史上最低のプレイを連発だよ。自分で、ああ、もう2番を守ってるんで、一応。守る相手を選んで発言は変だなーって思いながら、まあもう決まった道だからいいんじゃないですか。3つ手負けたらいいんじゃないですか。7番がまあ仕切って自分でやりたいようにやったらいいんじゃないですか。精査は占いに使えないんですよね、これでね。結局5番占いって無駄占いになって6番も白だったかもしれないんですよ。これで6、9がないんですよ。だから2番が6釣ろうとしてるっていう。あと、騎士も出ろって言ってる発言がやっぱ人外なんでしょうね。まあいいんじゃないですか。負けたら負けたで。5番が出て占い結果が別なところに落ちれば全然違う結果だったんですよ。で、騎士まで透けるっていう最悪な状況までなってるんですよ。うん。本当にゲーム引退してほしいです。朝が来ました。本当に気分悪いです、こういう人。こういう人がいるからゲーム成り立たないです。昨夜死んだのは。ああ、2番信者しかねえわ。2番。まあ、急な人外ね。3番のプレイヤーは発言してください。あ、そう、2番さん噛まれる。2番さん噛まれる。なんで2番に偽だと思ったんだけどな。真だったのかな。9番さんで落ちてるっていう。わかんない。もしかしたら、2番が死んで、9番狂人、6番三狼で、だったらもう全然わかんない。だったらわかんないけど、単体で、単体でしょ。いや、もうこれ無理じゃない？だってもう3級で見られるでしょ、こんなの。1か8、9番さん。まあ、1番さんは9番さんとライン切ってたよね。まあでも3級に見えるか。まあ、かもしれないね。まあ、じゃあ5番さんのせいにしましょう。4番のプレイヤーは発言してください。ああ、初日2番折りしてましたよ。
見守りです。はい。だからまあ一応余った方を守りますっていうことにしてましたけど。まあだから2番芯なんじゃないですか。2番白なんじゃないですか。まあ白。まあ989193の3択だと思います。この石噛まれてないんで、牛がおそらくローで2が白なんじゃないですか。だから一応2番の E を組んで6。まあその位置だったからね。まあ8さんよりは離してない形になっちゃうからね。5番が悪いと思うよ。占い位置に使わせるって新占いの。恥ずかしいと思うよ。おう。ゲーム引退したら、ゲーム終わったらさ、謝罪しなきゃいけないよ、みんなに。申し訳ありませんって言ったら、人として。ああ、言わないんだろうね、こういう人ってね。自分が正しいと思って。あなたのせいで負けるんですよ。あなたが出れば占わなくていいんですよ。あなたが出て4占いだったらまだ許せるんですよ。俺騎士だから。まだ2番の4占いとかは。5占いの霊能でしたってまずないだろうっていう。全然未聞なんですよ。まあ、あっち1だったらライン切ってるってやつで、3だったらベターなやつですね。まあ、自由に投票すればいいんじゃないですか。まあもう、しょうがないじゃないですか。2番の占いが8、1、3に飛ばないって問題なんですよ。で、霊能の可能性だったら5番をもう入れてるんですよ。それで出ないってことはありえないんです。出ればいいんですよ、もうささろ。で、6番占い、2番が5番使わない、8、3に使う、それで終わりなんですよ、このゲーム。まあ2番、まあ知りませんよ。2番強靭で8、1がローで噛んだとかもあるけど、もう考えてもしょうがないんでね。2が多分白なんでしょ、白。9がローなんじゃないですか、普通に考えて。だから3択だと思います。はい。まあ、6番が強靭だったら2なはあります。7番のプレイヤーは発言してください。はい。お願いします。言う通りでいいね。ここでね。そうね、霊能が出なかったことから狂っちゃってきてるよね。そうやね。そうね。まあ、強烈な押しはしないから、もう。6は、強烈な押しは。人狼で落ちてるのよ。で、9が人狼の時って2が噛まれてるシーン、そうすると813なんだよね。ちょっと発言聞かないと分かんないな。でも投票見る限りだと39ってあるんだよね。どうなのかな。やっぱ発言聞くわね。39が2に行っている。私も2が8番のプレイヤーは発言してください。なんか3番も7番もさ、6番ローの9番強靭ってしてまるっと落としてるけど何なの？別に例の結果があったんだから、別に6番ローの9番強もあるからさ、そこを無視してるのおかしいと思ったけどね。9、3ロー7強とかかなっていうふうにちょっと思いましたけど。俺が余ったらライン守るって言ったから2番が地紙したとも取れるけど、ローでやってるならやばいと思う。9番2番で比較したら9番の方がリサなって思ったんですけど、正直9番が今日ロー分かってないし。2番のローも一応あるけど、地紙。俺は今日3番に行きます。やるべきじゃないのに。以上、1番どうぞ。1番。まあ、2番の地紙だったらもう発言してください。お願いします。7番さんが強靭でなければ、まあ、3番、振って終わらなかったら8番行ってもらえたら勝てるゲームなんですけど、まあ、わかんないですよね。7番さんってまあ、結構僕疑ってた視点もあったし、どうだろうね。まあ、なんか、2番を噛むっていうのは、多分、3番、9番で2番を噛む。まあ、8番、9番でも多分2番を噛むとは思うんで、ぶっちゃけなんかこの噛み位置では決められないなっていう感じっすよね。まあ、まず、そうっすね。まあ、3番、9番と思って、とりあえず3番振って終わらなかったら、まあ、3番さんが人間だったら、
まあ僕は8番さんと戦うしかないんで、まあ勝ちますんで、今日は3番さんすらしてもらいます。まあ、かな。あとなんか、2番。1番はなんか9番とライン切りっていう発言も、あね、ライン切りをしてるっていう発言も気になりました。ただないんじゃないもう。言ってたけど。はい。そんな感じです。まあ、3番さんで終わればいいなって思ってますけど、まあ、8番、9番だったとしても、まあ、2番を噛んで、3番まで釣り直す。9度が91とかも、ゼロじゃないよね。まあでも、3番さんは、どう読みしてないと、ちょっと始まらないゲームかなって思ってるんで。もともと2番噛む予定だったら、始めてください。もともと2番噛む予定だったら3じゃないような気がするけど。あ、俺8ってみよう。ありえん。オラじゃないべ。面白そう。負けたらいいんじゃない ?3 番に行けろ、最終的に。しょうがない。7が1か。行ってみよう。3番のプレイヤーは発言してください。3番が2番を噛むんだろうね。いや、わかんないけど、1番さんもなんか3番つって終わらない想定しかしてない。最後に付け加えるように、3番つって終わればいいなっていうのもおかしいと思うけど、8番さんの言った、なんか3番、7番が9をなんか、ローでしか置いてないのがおかしいっていうけど、そんなことないからね。3番も7番も急遽だった場合の話も考えてるから、全然話聞いてないなと思ったから、まあ、変わらず8番さんを投票したんだけど、まあ、まあ、強靭ね、残ってたら、7番さんって何も言ってないもんね。まあ、強靭かもしれないよね。8番行ってください。本当にこんなに3番がベタな髪してんの。サンクローってもう9、3でもう占い結果いらねえだろってレベルなんだよ。端から1ないような気もするんだよな。こんなの占い結果いるなんて、こういう人なの。こんなベタな髪すんの。のプレイヤーは発言してください。なんか俺が記憶した限り3番も7番もそんなこと言ってないけどね、発言では。しかも3番の発言何？いや、考えたからかなっていう。考えたからで分からへんだろ。って変なのがね。考えたからで伝われば、このから戦争なくなってんだよ。はい。まあ、なんか4番が俺に来てるんで、まあ、これで、まあ、村を開けたら、4番が先輩になっちゃうから大丈夫そうって思いました。俺は普通に村なんで、はい。これで村負けたら4番が5番先輩とか言いつつ4番先輩になっちゃうけど大丈夫そうって思ってます。じゃあ8番いきます、はい、うるさいから。うん、まあ、ちゃんと3番みたいにやってくんない。7と1が真面目だったら、ね、考えてたかとか言われても、いや発言しねえって意味ねえからそれって、うん、以上っす。投票を始めてください。先輩いいです。それ言ったら逆に投票します。言わない方がいいよね。あ、俺の動画見ろな。俺は別に3行こうと思ったんだよ。最終的には3行くって言ったけど、8番がそれじゃあもう先般でいいよ。5番が先般なのになんで俺が先般なの。8番のプレイヤーが選ばれました。最後の戦い、先般って繰り返してメタみたいな発言をしてしまってるから。8番のプレイヤーは発言してください。サンスラネ村が悪いよ。まあこれ別に言わなくても分かるもんかなと思ったけど、9番、6番にローがいた場合ね、うん、1番、8番ってどっちも6番、9番に投票してから、比較的3番つった方が確実にいいんだけどね。うん、まあなんか、1番はどうして3いかないの？攻めるか。まあ、釣られたらいいんじゃない、この人は。言ってることがブレブレで、3いけばいいって8番に言ってるんでしょ。はい、頑張ってください。夜が来ました。投票結果で3いかなきゃいけないよ、この村は普通。7番とか行かないんだから。狩人は目を向けてください。狩人は守る相手を選んでください。守るとこね。信じてください。私は善人です。俺噛まれるから。
まあ気に入らねえから3番釣ろうかなと思ってるけど基本的にと思ったけど1番がもっと気に入らないから。1番って普通3行かないの？ 8 行くの？ 7 の方が普通じゃない？なら1番に責任取ってもらったらいいんじゃない？ 1 番自体が3と8比べて3行かないの？歯なんだけど3行こうとして8行ってるってもう3か7に狂人がいるとでも思ったん？この人ってもういいんじゃない？普通に3釣らないでしょこの村は。あ、じゃあメタみたいな発言を繰り返してるから釣り。もうそう言ったから釣り。俺は言ったよ。普通は3行くって言ったよ、最終的には。あんな発言があるからもう発言もしねえで。先般になる、先般になるっていう。昨夜死んだのは。まあ、俺で7番が強人じゃなかったら7番に決めてもらえばいいけど、そもそも一三強老かもよ。7番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いいたします。この場面嫌いなのよ。でもさ、7番さんが伸び伸びやればいい。全部責任は5番だから。私心境だと思うんだ。もし6人狼の時、私6番さんの発言をずっと思い出してたの。3は白だ、村だみたいな発言してたんだよね。で、私3投票入れちゃった。1番でも 1はさ、3いけなかったんだから1周目でさ、叩きやすい7を叩いて一番が悪いんじゃない？ね、7は人外だった発言してて、俺も驚いてるよ。そしたら9はじゃあ何になるのってなったんだよ。1、3、でも3番さんはさ、2番さんがね、スムラだったらスムラ出てほしいって言った時に、ちゃんと発言で自分スムラですよって言ったのもあるから、占いが新郎だったら1がある、新郷だったら6、3ある。だから分かんないのよ、この霊能さんが5番さんが6の色を分かってちゃんとね。そしたら4番ちゃんのカリさんがさ、5番さん守れたんだよね。ちょっと発言で聞く、1と3どっちなのか、ラストウルフが。だから分かんないのよ、占いが新教なのか新老なのか、6で落ちてるのか落ちてないのか。でも6番ちゃんは2を新って言ってたんだよね、ちゃんとね。そうすると9の相方が6番は9を新と言っていたよ。2じゃなくて9だよ。のプレイヤーは発言してください。まあ七番さんの叩きやすいところを叩いたっていうのをやめてほしくて、誰も別に七番さんが決めたらほぼ叩いてないわけじゃないですか。なんで8言ってる？僕は透けてる可能性あるよね、6番さんに対してって言ってるだけです。ベタなのは3なんだけど、こんな簡単なことすんの？じゃあまあ7番さんの思考だったら、じゃあ占いに狼が出てたら、まあ、2番は7番に隠し、7番が悪いよ、1番投票なんかしてんだから。普通に3投票しないんだもん、この人なんですか、ね、誰が負けるんだよ、この人。まあ、昨日8番言ったのは、まあ、7番さんが1投票で、7番さんが強人だったらもうあの盤面って投票放棄するだろうなと思って、4番さんが票を変えないだろうなと思ったんで8番投票しました。理由はそう、理由が必要なのよ、絶対。3番さんのおかしな点って、まあ、ちょこちょこ、まあ、言ってるんだけど。下手なのは3ですよ。まあ、まず、9番、1番のライン切りっていう発言が出たことだった場合って、8番にも当てはまるとは思ってるから。なんで1番だけに、なんか、1番は9番とライン切ってるからなっていう発言が出たんだろうっていうところっすね。まあ、あとは、まあ、6番、7番精査したときに、8番は、7番さんの黒要素拾えてないから、8番も疑うべきではっていう発言ですかね。僕は7番さんはなんか、6番とか追ってるけど、まあ僕は3級狼じゃないかなって思います。はい。3番。のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、よかったです。7番さん村だよね、村でよかったと思ってます。7番強人だったらもう負けてたからね、
8番さんつって終わんなかった時に やっちゃったかなと思ったんだけど、8番さん強靭かもしれないね。うん、まあ、6番さん村で、まあ、9、1、8強かな、濃いかなと思ってる。だってさ、8番さん言ったよね。私も3番も7番も9番さんに対して、9が強だった場合6のローあるよねって話を考えなくてしてるから、そう聞いてないの、8番さんね。で、1番さんに言いたいんだけど、まあ、1番さん人狼なんだけどね、私1番さんに一度も投票してないんですよ。なんか91のライン切りとかっていう話もあったけど、まあ、したよしたけど、それ以上に8番さんがおかしいと思ったし、まあ、ただ振り返れば、まあ、1番さんってなんだろう、まあ、1周目2周目で3番5番っていうなんかこうな、こう意見が合わない人同士を怪しく見たり、28か93だっていう謎のライン精査なんかもう、で今回 その投票を変えてるのがまずおかしいよね。7番さんに言うよ、迷ったら投票、3番が怪しい、3番つって終わったらいいなって言うんだったら3番投票するべきじゃない、うん、4番さんの票がとか7番強人だったらっていう思考に村だったらならないよ。ならない。自分が怪しいと思ったとこに投票するよ。うん、もう思考がブレてる。もう投票見たらわかるよ。まあ7番さんで3番投票してるけど、 1つったら終わります。まあ終わるっていうか、まあ、1番さん人狼なんで9、1、ロー、8強かな。はい、1番さん行ってください。お願いします。投票を始めてください。まあ責任は7番さんになっちゃうけど、今回だけは5番の責任だから気楽にやったら、まあ間違っても別に7番さんは攻めらんないんじゃない？俺もわかんないもん。まあな、3、迷うなら3行ってから8審議は必要だったかなっていう。まあ、残念でしたけど、うん。1番のプレイヤーが選ばれました。まあ、7が決めた道ですから。ゲーム終了。村人の勝ちです。信じ続けた。なんか俺、この紙で信じ続けたんだよ。うん、女性を信じ続けた男。勝ったぜ。